あ、パーティー間違えた。パーティー間違えた、はい、どうします、イベントしますか。ちょっと見えちゃいましたけど、別にいいや、これで、はい、ちょっと私の降臨が早く終わったということなので、おまけという、はい、ことになります。おまけで、おまけで、はい、カズさんがチャレンジすることになりました、はい、イエイイエイ、初チャレンジ、イエイというわけで、今回チャレンジするのはちょっとまあさっきと違う、はい、紅の海賊竜、はい、はい、の地獄級ですね、はい、普段使ってるチームですね。そうですね、白パですね。ずっと白使ってますよね、そういえば。そうですね、もうあの最初に引いたのが白で、もうそっからずっとですね。なるほどなるほど。可愛いですしね。うん、可愛いですし、あれですよね、あの究極進化も最近、割と最近追加されたじゃないですか。そうですね、強くなったと。かなり強くなったんですよ、噂の、闇属性強化2個つきましたからね。強い、強いぞ。気分もついたし、うわー。で今ちょっとパーティーをね、はい、あのこの前あのダルシを手に入れたので、だだだだだダルシ、打点印、あー次から2番目のやつですね。一瞬だ誰のことだと思って、一瞬ううってなっちゃいました。ちょっと まあまだレベルが足りてなかったりとか、はい、いろいろあるんですけども、もうなかなか完璧なそうですね、ちょっと完璧と言っていいのかどうか非常に気になるところですけども、うん、まあ、だいたい揃ってる感じの、だいたいこんな感じでやってますというところですね、はい、はい、ではでは行きましょう、行きましょうか、はい、挑戦する、はい、結構ね、これでもドロップかけやすくてね。ああ、そうなんですね、うん、あとスキルためが結構難しいんですよね。あ、まあ、僕は下手なだけかもしれないですけど、いや、なんかその色を指定する系のモンスターで、うん、なおかつスキルを貯めるって結構難しくないですか。だって落ち込んで消えちゃうこととかあるじゃないですか。落ち込んで消えるというか、はい、なんだろう、スキルを発動させないと、はい、倒せない。あ、けどスキル発動すると全部倒しちゃうっていう、はい、こういうジレンマみたいなのがあって、すごいなんかいい塩梅でこうさじ加減ができない感じなんですね。そうなんですよ、上手い人みんなどうやってんだろうなって。うーん、あ、間違えた、あやべ狙い定めてなかった感じですね。そうですね、どうしよう、こっちから倒しちゃおうかなスキルがね、なんだかんだでダンプティのスキル上げとかできてないので、おルシファーも結構時間かかるんですよ。何ターンくらいですか。ルシファーがあと15ターンで、15ターン、ダンプが11ターンです。おなるほど、このダンジョンあれですよね、全部でなんかバトル5までしかないので結構短いですもんね。スキルためがね、なかなか短い中で溜めていくのが思うようにいかないんですよね。ここで倒しちゃうんだよ、マリンゴブリンは確かあれですよね、回復ドロップをお邪魔ドロップに変えてきますよね。おちにー、嫌な感じですよね。お、倒した。そしてバトル2、バトル2ですね。パイロデビルとパイロデーモン、パイロデーモンが2体ですね。みんなここでどう本当スキル試しようかっていうところがね、うーん、確かに悩みどころなんですよね。パイロデーモンは2体とも次攻撃してきますね。そうなんですよ、これ食らうと結構痛いというかもう結構瀕死になっちゃうので、うーん、確かに。あ、これで一度消す感じですか。いや、これでも倒すしかないかなって。おお、おお、でこうしないと2体とも生き残っちゃうんですよ、はい、なるほどな。あれ、初めて見る子です。お、ここでちょっと真ん中の子がレッドパイレーツ。あ、でも結構痛いなこいつの攻撃も。レッドパイレーツは4158のダメージとランダムで1色お邪魔ドロップに変える強奪と2連続攻撃で合計8316ダメージの連続攻撃をしてくる。結構痛いですね。となるとそうですね、ここでバルキリー使ってる。お、あえてのバルキリー。これではい闇の、はい
どうしよう。闇の4個消しを3つ作れば、おお、なんか微妙、うまいこと。なんか1体2体残しできないかなと。残りました。ギリ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 すぎるでしょうか。すごい。ちょっと待って、でも何ミリみたいな。でもちょっと待ってください。これ次に8300のダメージくるんですよね、はい、多分そうじゃないですか。8000だから耐えられはしますけれども、なんかこのお邪魔ドロップ2個だけっていうのがなんか厄介ですよね。そうですね。地味に邪魔っていう。そしてまた次攻撃してくると、すごい綺麗に斜めに今入れましたね。あ、やばい、全然回復足りねえ。 あ、でも耐えた耐えた、すごい。でも回復ドロップがないです。地味に大変な感じじゃないですか。やばいなってレベルじゃないですねこれ。さりげなくピンチですこれ。これは倒さざるを得ない感じですよね。倒さざるを得ないですね。ですよね、ですよね。どういう形で倒すかですよね。どういう形で、いや、盤面の残し方とか。あー、そっか。私だったらもう一気に一気に何にも考えずに、そのあれです、求められてる色だけを消しちゃいそうなんですけど。よし、行きます。はい。おお、お邪魔ドロップも綺麗に消して。やばい、これ全然たまんないぞ。いや、マジマジで。あ、もうバトル4。あとルシファー絶対黙んないこれ。そして回復ドロップが2個しかないっていう。まあここはもう全力で抜くしかないですよね。こうですよね。これはなんか私のチームと違ってあれですね、セイレーンとかいないので。そうなんですよね、回復ドロップ増やすことできないですもんね。どうしよう。おお、倒した。そしてボス戦。さて、ちょっと待てよ。バーソロミューですね。バーソロミューです。はい、まずは先制で20ターンの間状態異常無効化、うん、そしてこの人すごい厄介なのが3ターンの間攻撃力が3倍になるスキルを使ってくることですよね、そうですね。悩ましいですね。超真剣に考えちゃいますよねこれ。ここでレッツ、はい、今作るか次にかけるか。一応今だと、はい、ドロップの欠損はしてないので。何色が必要なんでした？闇と水と火です。水と火、あー、ちゃんとありますもんね、うん、いやでもなんか足りない気がするので、一回変換して次でいい感じのが落ちてくることを祈ります。はい、祈ります。はい、祈ってます。お？お？いい感じの盤面のはずのなんだけど、いい、はい、どうしよう。悩みますよね。なんかこの3色に変えるやつってすごいなんか難しそうな感じがします。2色だったらまだやりやすいんですけどね。こうもできるんだろう。
G は前回の調整で若干のトラウマなんだよな私そうですね、トラウマですよね、簡単な道だったのにな悩む。カズさんが真剣に数えながら。ああ、なるほど。いきます。お、はい、お願いします。おお。列に。あ、落ち込んでてこない。行ったんじゃないですか、これは行ったんじゃないですか、そしてまた闇が3個とかじゃない限りこれ闇に超寄せてるので、そうですね、闇が3個とかだとどうしようもないですが、いい感じ、いい感じ、バランスよくきましたね、いやーよかったこればっかしはどうなるかわからないですからね、そうなんですよね、予測も何もできないので、いけますね、いけますね、これ倒しましたね、ニヤニヤしちゃいますね、これ、いやでもなんかすごい僕の苦手な感じと盤面が来ちゃいました、難しい、確かに難しい、この時どうやって作ったらいいんだろう、あーそっか、列強化が入ってるんですよね、そうなんですよ、積極的に列を作っていきたいところですが、難しい、どうなるんだろう、ここまでは来るのに夢中になって他があんまり消えないとかなっちゃいそうだな、よし行きます、お、はい、うん、お、行きますか、はい、よし、お、お願いします、あ、すごい、落ち込む、神がかってる、神がかってる、おー倒したー、すごい、いやー超焦った、いや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 、地獄級怖え